タマリンは、霊長目、オマキザルカに分類される抗議のサグウィニス属、もしくは、競技のサグウィニス属と別属とする説のある、リアンタジーバス属の総称。タマリンは、中央アメリカ南部から、南アメリカ、コロンビア北西部、アマゾン盆地、ギアナ地方に分布している。外見は種によって異なり、全身が黒い体毛で覆われている種から、黒、 白などの模様を形成している種まで存在する。顔に、あごひげ様の体毛が生えるのが、多くの種での特徴である。体長は13から30センチメートル、体重は220から900グラム程度である。タマリンがマーモセットと異なるのは、下験種が明らかに摂氏より長い点である。飼育下での寿命は18年程度である。タマリンは、中高生で、 熱帯雨林の木の枝にて生息する。樹上では素早く行動することができる。40頭ほどの高族からなる群を形成することもあるが通常は39頭ほどであることが多い。雑食性であり、果物やその他の植物、蜘蛛、昆虫、小型の脊椎動物、鳥の卵などを食べる。類人猿以外の霊長類としては、 食料の分配行動が確認される種として知られる。妊娠期間は140日程度であり、双子を産むことが多い。メスばかりではなく、成熟したオスや未成熟な個体も養育に参加する。生後約1ヶ月頃から固形物を食べ始め、完全に離乳するには2から3ヶ月である。成熟には2年かかる。タマリンはほぼ例外なく、1メス多優性をとる。 サグウィネス属の属名は、ツピゴのサグイ、サグイに由来する。2016年に、分子系統解析から1100万から800万年前に分岐した系統で、他のタマリン類とは、遺伝的距離が大きいとして、本属のシノニムとされていたリアンタジーバス属を、復活させて、黒首タマリンなどを分割する説が提唱された。一方で2018年には、 タマリン族サグウィネスをリアンタジーバスも含めた3ア族とする説が提唱された。以下の競技のサグウィネス族の分類、英名は付きのない限りライランズへ通るに従う。和名は分類に変更のない限り日本モンキーセンター霊長類は名リストに従う。ありがとうございます。